ねねちゃん、ネミネムの家派手だなこれ。カジノみたいになってんじゃん、ご規制ハウス。ネミネム、ネミネムめっちゃカジノなんだけど。じゃあ、私がさ、もうどう見てもなんかエミネムに見えるって言って、そこから私はもうずっとネミネムって呼んでる、これ。そう、カジノで負けた人たちがラーメン食べに来るから。もしくはカジノ勝った人が、ちょっと、高い方のラーメン食べてくれるから。商業ビルになってんもん、ごきせビル。家というより。だってラミちゃんの部屋はさ、パリピが集まるあれ、ウォーターベッドあんじゃん。ラミちゃんの、知ってる？ラミちゃんの。ラミーの涙で来ました。ナイトプールですよ。で、これナイトプールよ。で、ねねちゃんの。すげえよ、これ。ねねちゃんとかすっげえから。横から見てみ？もう見て。キラッキラよ。カジノじゃん、もう。グランドセフトオートにありそうだもん、この家。やばくない？ここだけ見たらもうなんか別物だもんね。オマルンの空中ブランカもすごいいい味出してんもん。やばいわ。で、階段ないなったからさ、もうはしごでこれ登らないといけない。で、下のカジノで負けた人たち、もしくは勝った人たちは、麺屋ボタンでラーメン食べに来る。で、ちょっと、温泉入りたいな。帰りちょっと一風呂浴びるかってなったら、あれ？なんか大変なことになってない？え、これゾンビ買ってる？なになになに？ティリリリってする。え、ゾンビこれ湧いた？あ、でもこれはこれでちょっと面白いから置いとくか。これはいい。温泉入ろうかなと思ったら、これねねちゃんいたずらかな、ハロウィンの。めっちゃ鮭置いてんだけど。で、ちょっと癒しが欲しい人はこちらのね、別空間に行ってもらえれば。あー、素敵ね。別空間。いいじゃない、ご規制ビル。これでもまだ上完成してないんだよね。